今回はヒロインの可愛いシーンを教えてについて、読者の反応集を紹介します。高評価チャンネル登録励みになりますので、お願いいたします。それでは本編へどうぞ。最近のヒロアカは辛い場面が多くて心が荒むから、曇らせとか欠損とかなく純粋に可愛い部分を見たい。いいよね。それほど丸くなかった頃。可愛い。ここ好き。なんだこいつ。メインヒロインかよ。そうだよ。はつめちゃんとデクが会話してるのに、ムスッとしてんの可愛い。イライラとかじゃなく、ムスッとしてるくらいなのがいいんだ。ムスッとしてるのがいいんだ。あんまり恋愛脳っぽい押し付けがましさなく、素朴にデクを思ってるのがわかる塩梅なのいいよね。つゆちゃん曰く大事にしまっている気持ちだからさ。感情を否定しないのいいよね。しまっとく表現好き。最近美人度が増してる気がする。単行本過失のこのページ迫力すごいよね。開いた時に歓喜の叫び声上げたわ。美しい。嫉妬すると一瞬フリーズしたり、笑顔の圧が強くなるの好き。劇場版第一作のやつ好き。主戦力級のバリバリのバトルヒロインってわけでもなく、守られる側の日常ヒロインってわけでもないが、主人公の心身を的確に守ってるヒロインの顔だ。面構えが違う。いつもありがとう。君がいないとイズクは、もっと全体的にとんでもないことになってたと思うよ。二人とも変だねも合わせて、このあたりのくだり好きすぎる。ヒロトラの水着お茶子さん。デクにとってのヒーローだと思う。こうなるし。言葉足らずだったけどお茶子以外の画像もいいよ。ありがたい。つゆちゃんも好き。全員可愛いんだ。エロ可愛いハガクレちゃん。ハガクレちゃんのカラー栄光。過去のいろんなハガクレちゃん見るたびに、おじろくんを殴りたくなるんだ。この扉絵めちゃくちゃ好き。次郎ちゃんにお説教されたい所存でござる。うららかじゃないうららか大好き。生。アニメ最新話のここ3人とも可愛かった。画像ないんだがスター&ストライプの、お兄ちゃん呼びがすっげえ好き。あの強さと外見であの呼び方なのかっこかわいい。そことは違うがお兄ちゃんたちと訓練してる時の、この笑顔好きだな。ホリーは女性の可愛らしさを描くの抜群にうまい。こんだけムキムキだし画風も違うのに、可愛いって思わせるのすごいよな。ここでつゆちゃん大好きになった。アニメ補完らしいけどこれ好き。水着が可愛いし外人ニキたちの反応大好き。いろんなものひっくるめてここら辺やっぱ好きだな。これはもうヒーローの顔ですわ。後ろの弱々しくなってる主人公を、市民の罵声から守ろうとするヒロインの図、良き。ヒロアカって定期的にヒロインが話題になるよね。かっこ爆豪ママ、ミルコ、ナガン、スターとか、そんくらいバリエーション豊富に、魅力的な女性キャラ作れんのすごい。熟女ヒロインばっかやんけ、好きだけど。そんな中でインコさんの圧倒的守ってあげたさ。優しくて強いというタイプでも、おっとり癒しというタイプでもなく、ただただちょっと泣き虫なだけの、普通のお母さんというのがとてもいい。家庭訪問会は原作もアニメも好きすぎる。親が辛い顔してる系が苦しい年頃になった。少年少女が泣いてる顔が悲しい年頃になった。そんな中年。わかる、母ちゃん。インコさんの描写は共感できすぎて辛い。ところでこのスレは曇らせじゃなくて、幸せを眺める趣旨ではなかったか。すまんかった、水着いいよね。これ好き。女の子って曲線の連続なんだなーって体型が素晴らしい。私服もそのキャラっぽくていいんだよな。ぴょんぴょんしてるアシドちゃんも含め好き。アシドちゃんの嘘だろ、がめっちゃ好き。ここ。シンプルに行こう。いいケツやー。ありのままの姿すぎる。お尻は描くけど、パンチラは描かないとかいうお色気ライン。アニメは水着界を入れねばという執念は感じる。トガちゃんも水着着ようぜ。おじさんドギマギしちゃうから。今更だけど最近アシドちゃんの可愛さに気づいた。明るくて笑顔が素敵。ヒーローネームの時のエイリアンクイーン好き。いつかの特典だったやつ。お茶子とデクの表情が良すぎて最高。デクの憧れのヒーローはオールマイトだけど、デクを守ってくれるヒーローはお茶子なんだなぁと思う。33巻買ってランダムでこれ出た瞬間、ガッツポーズしちゃった。
女神お茶子さんの膝枕かっこ妄想で眠るデクくんいいよね。これすごい好き。二人とも穏やかな顔なのがいいよね。これ他の2種もとても良かったから。全部まとめて入れてくれてた地元の純駆動には、頭が上がらない。いいなぁ、残りの2枚もすごくいいよね。ホリーは筋肉がしっかりついた体を、男女で描き分けるからすごいわ。エロいより先にいつも滑稽が来る。文化祭編の踏み出そうとするエビちゃんのこの表情好き。このシーンまだないのか。よ。私服もみんないいんだよなぁ。アシドちゃんのめっちゃギャルって感じのやつ好き。縦セーターいいよね。胸に目がいってしまうがタイトスカートと、それを止める細めのベルトがなんか好き。胸に目がいくけども、お茶子とつゆちゃんの友情好きなんだよな。スクショ貼っていいやつかわからないから、画像はないんだけど、アニメの特別な USJ 救助訓練会で初めて見たいずくにお姫様抱っこされて、照れてるつゆちゃんがめたくそ可愛くて好き。デクとお茶子かっこデク、お茶子が、公式なのは理解してたし好きだったんだけど、もともとちょこちょこ可愛いなこいつらって思ってた。イズクとつゆちゃんの絡みがこれで爆発して、このコンビも好きになった。つゆちゃん。パッと見で買えるってわかるし、それでも可愛いのはすごいよな。でも他の子より大きく描かれてる。私服が厚着なの可愛い。私服まとめみたいね。上に出てるつゆちゃんの水着が面白いんだけど、なんか合ってるのも好き。剣道ちゃんの私服が好き。かっこいい系女子なのに私服は可愛い系なんだよな。表情の違い好き。八尾桃と次郎もいいよね。八尾桃の下出し慣れてない感が好き。ねじれちゃんの私服も可愛い。このねじれちゃんホリーにしては細いよね。本当に細いな。ねじれは足長のモデル体型だと思ってるんだけど、比較しても細い。カップリングっぽくなるかもしれんが、レディーと森林カムイのコンビと成長好き。マジでヒーローとして成長してんなレディー。アングルが最高にいい。さすがホリー。ミルコってヒロインらしさはあんまりないけど、やっぱり好きでたまらない。すごい好きなんすよ。ショートカットとへそとショートパンツの組み合わせ。ここ好き。頑張り屋さん。最近お気見直してたんだけどこの子むっちゃ可愛い。キノコちゃんマジ可愛い。もう最高。無理。ヒロアカって本当に面白いですね。皆さんの今後の考察も教えてください。それではさようなら。高評価チャンネル登録も、ぜひお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。